皆さんこんにちはこんにちは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですアシスタントの吉田尚です、えー、本日も KBS 京都ラジオスタジオからお届けしておりますこの番組は毎週月曜日夜9時30分から放送している番組で今のアルガンママをたっぷりとお届けしております尚ちゃんはい緊急事態宣言開けましたねやった あけまして、おめでとうございます。おめでとうございます。おめでとうございます。本当にそうです <laughs> ね。だから、これ、あの緊急事態宣言がね。はい。もう、これ、まあ、しんどいじゃないですか。うん、しんどい。これ、もう。で、ほんまにリアルに困ってる人いっぱいおったから。これ、はい、ね、これね、良かったな、思ってる人いっぱいいると思いますよ。そうですね。でね。これを機に、僕は。この緊急事態宣言そのもの、を今日はね。徹底的にディスりますからね。ほ<お> <laughs> これはね、もう。反省しましょう。 緊急事態宣言がねこれがあの有効なんやったらちゃんとああ有効やったなと、はい、あじゃあ次もなんかやばいことだとかやったらなと思ったらいいしうん、うん、意味ないんやったらこ度やったらあかんやないかってことになりますから、はい、だからねちゃんとね緊急事態宣言が何やったんかっちゅうのはちゃんとね反省せなあかんのですよ。改めてねでね反省したらね結局ねもうディスらざるを得ない状況になってるということがねわかりますから、はい、今日はねそれをねたっぷり30分ね聞いていただきたいのこのお祝いムードの中でね。はい でもちろんちゃんとあの手洗いマスク目鼻口触らないはしっかりしてくださいね一応ね、はい、よろしくお願いしますそれさえやっとけばキング時代いられないかっちゅう,うな話ですから、うん、それはもうよろしくお願いします最後までお聞きください祝緊急事態宣言全面解除今こそその愚かなバカ騒ぎぶりを徹底的に反省すべし週刊クライテリオン藤井聡の「アルバママラジオ」この番組は京都大学教授 雑誌表現者クライテリオンの藤井聡編集長が編集長の立場から日本のあらゆる問題を評論する番組ですこんばんは表現者クライテリオン編集長京都大学の藤井聡ですこんばんはアシスタントの吉田奈直です直ちゃんはいよかったねいや本当に 本日三月二十二日、はい、ついに緊急事態宣言が全面解除ですよ。政府のね、はい、政府の緊急事態宣言全面解除、おめでとうございます。おめでとうございます。これ思えば、もう一月七日ですよ。一、はい、月七日からですから、二月半、うん。長かった。長かったですよね。<laughs> <ん>まあ、まだ経過措置でね、はい、ちょっと、まあ、ちょっと時短とか残ってたりとかしますけど。やっぱりね、この、言葉考えてくださいよ。 緊急事態ですよ、はいね、緊急事態なんだからあなんかちょっとふざけてあかんのかなって感じがある言葉じゃないですか。そうですね,ね、はい、だって別になんか「いやえ天気やな緊急事態でんな」って言いませんやうん,、うん。<laughs> 言わないやばいやばいえやばい,いや緊急事態。だからこう、はい、やばいってことでしょでしかもそれがあの元数ねなんぼのもんか知りませんけど、まあ、一応総理大臣じゃないですか。はい その総理大臣が総理大臣権限でですよ緊急事態でございます、うん、って言ってたらこのガス思いながらでもですよちょっとなんかやばいんかってなりますやん。なりますね。これでねあの人口の3分の2が「なやばなんやんけ」って思っててもね、はい、3分の1があるいは10分の1でもいい、うん、10人1人が「いや,やばいじゃないですか」ってつおったらねってやつをおったら残りの10人のうちの9人ね「あそうっすか?」 って言わなしょうがないじゃないですか。やまないやんけって言ったらね、やまないでしょう、こんなって言ったら。いやいや、だって総理大臣が言ってるんだぞ、お前緊急事態だぞ。うん、いや、だって別にデータ見たら、やば、いや。だって総理大臣が言ってるんだぞ。もうね、そ、そこがね。そしたら、もう。<laughs> あ、そう。はい。そう。 大丈夫や言ってみ <laughs> るって言ってもだめなの証拠なんです。今日オープニングからちょっとちっちってのが多いですね。<laughs> <laughs> いやいやだからこれはね本当、はい、もうずっとそうだったわけですよ昨日まで、うん、昨日の夜中12時まで、はい、緊急事態や言うとるから、うん、で僕はもうずっともう最初が違う言ってるしで途中で上田君も出てくれやもう何君も出てきてですよこれ関係ないですよみんな言ってたじゃないですか。そうですね。でもなんかそれがしかも90パーセントでもね。うん だからちょっと一部に「いややべえじゃないですか一応ここはひょっとしたら危ないかもしれないから」とか言ったら「そうかもしれませんよどう考えても大丈夫や」けって思っててもねだからね結局あの,緊急事態宣言の時っていその飲みに行くのを自粛させられてるだけじゃなくて「はい、これ意味ないんじゃね?」っていう議論も「いやいや今不謹慎だ」と「緊急事態なんだから」と。 だから緊急事態の今コロナは怖くないとか自粛がいらんとかいうこと自体が不適切だろうと、うんね、不道徳だろうとそういう,こう雰囲気がね,ねまあ、とにかく何も考えずに自粛しろよと、はい、おおっていう状況だったわけですよだからどれだけこのラジオでいろいろお話ししても議論してもまあ、届かないんですよ、うん、だから今こそもうこれ緊急事態開けたんだから、はい、この愚かさをもう徹底的に今日はね 突っ込みまくってやりたいと思いますよ、皆さん、これ、ちゃんとね、もう緊急事態開けたんだから、もう僕に対するいや緊急事態なんだからっていう。しょうもない突っ込み、聞かないですからね。はい、ちゃんと反省しましょう。よろしくお願いします。今日はい聞けば、日本の緊急事態宣言がどれだけ愚かだったかがよくわかる。三十分、午後十時までお付き合いください。さあ、お送りしています。週刊クライテリオン・藤井聡のアルガママラジオ。今日のテーマは、祝緊急事態宣言全面解除。 今こそその愚かなバカ騒ぎぶりを徹底的に反省すべしそうここでね僕が申し上げたのはコロナにかかって死ぬ人はほっといたらええなんてこと一ミリも言ってないってことですよ、はい、だからコロナで亡くなる方を減らすために無駄なことしてもしょうがないでしょって言ってるわけですよ、うん、なんかもう全然気管薬飲ましてね、はい、いや飲ましてって意味ないよこれ飲ましたら 不謹慎なこいやいや不謹慎ってこれ飲んでもしょうがないやんっていう薬が緊急事態だった、うん、わけだからこれあのコロナの方がどうでもいいなとて言ってるわけじゃないわけですよだからこの治療法というか対処法がもう本当にバカかお前っていうような話だったということをね今日はね4点しっかりとねこれ突っ込んでいきたいと思います。はい、ちゃんんんんととと反省しななないいいけけまませんまずねね、あのー、これみんな知らないと思うんですけど、ねうん、日本の死者数は 海外の死者数に比べてめちゃくちゃ少ないんですよで感染者総数もめちゃくちゃ少ないんですよあなんかそれはなんとなくここまでよくわかると思うんですけど、はい、ビジュアルで見たらねあの僕はねあのこの間のシンポジウムがあってねコロナのお医者,お医者さんも三人ぐらい出てるシンポジウムで、まあ、コロナがこの自粛騒ぎがどんなくバカ騒ぎなのかという話をこうみんなでこう医学的な試験から検討してる時にそのお医者さんが あのー、感染者数の推移があるじゃないですかよく日本でも見る日本やった山がだんだん大きくなってまたちっちゃくなるとこう波がピークがあってピークアウトしていきますみたいなグラフみんな見てるじゃないですか毎日、はい、あのグラフを縦軸一,一致させてね縦軸同じグラフにアメリカやドイツフランス、まあ、そういうイタリアとかいろんな国と合わせたグラフを見せてくれたんですよ。見見たたことありますすそそれれいいやないですねそれね見たらね それ見たらもうガサ山ありますよ外国は,はい、はい、日本はね全く見えないぐらいなんですよえあその山がですかちっちゃすぎて、えー、だからもう外国で言ったら日本のピークなんて超収束した状況状況なんですよ収束しきってももう,もうみんなウワウワともうバケーション行きまくってるような、えー、そんな状況で緊急事態ですって、うん、小池やら菅やらね、うん 今ののね報道のされ方だと、うん、そういういイメージはつかないですね,もうね僕これねまああのラジオだからお見せできないんですけど奈おちゃんにだけでもお見せしようと思ってネットで昨日1時間ぐらい探したんですよ。ないんですよ。えー、上がってないんですか、ね、そういうグラフがねいや作ったらあるんでしょうけど、はい、でもそれねなかなかね死者数の推移ってね、うん、データがなかなか転がってないんですよ。出回ってないんですねね<ー>そう僕ねもう僕も これちゃん見せられへんわと思って、うん、であの創始者数の比較グラフとかね数字とかまあ何とか出てくるんですけど、はい、こう水位のグラフってねなんか比較できるようなグラフがないんですよだから日本国内に日本の山がどれだけちっちゃいかっていうことを見せようとする人がいないってことなんですよ。なるほど でそれで僕らはその科学的医学的な見地からコロナ日本のコロナ騒動バカみたいだっていうことを教えてくれる先生がいたから、はい、その人は自分で作って教えてくれたんですけどうん、うん、それはねねネットでで載ってないんですよ、ね、へ<ー>だからこれはねあの僕の友人の木村森夫先生いるでしょ今度一緒に、まあ、課題ですけど「コロナの嘘っていう本書きますけどね2人で <laughs> 2> あの5月か6月ぐらい出すと思いますけどね、はい、まあその時にも,もう木村先生おっしゃってましたけどね、うん、森夫先生ね。うん、日本はもう 一般二般とかって波ちゃいますさざ波ですこんなものと。さざ波,波だからこんなものもう何ビビってるんですかこんなものとっていうまあ話なんですよだからもうこんなんで自粛とか時短とか言ってるのが世界中のスタンダードからって完全にバカってことなんですよこれねもう今日から気づいてください皆さん でね僕ちゃんとあのまた上田国でも言ってねグラフ作らせますよあお願いします <laughs> ちょっとね今度現行準備の時間に合わなかったですけどね、はい、いやこれまた見つけますからこれ作りますからこれもうこれ1個目でねで2個目えー、っとでまあまあ自粛しましたよ、はいね、でまあ緊急事態宣言になったのはその、えー、っと医療崩壊なって言ってたわけでしょで日本はもうなんかさ,さ波のくせにね ささなめしかないくせに医療崩壊の七割とか八割とか言ってたわけでしょ、うん、これおかしいないですか外国どうなってんねんってことじゃないですか、うん、そうですよね外国はめっちゃ波来てて津波が来てて、うん、医療崩壊せんの対応してるけど日本はささなめで医療崩壊ってね、うん、おかしいじゃないですか今以上に来たらどうするんやどうすんねんって話でしょうん でなんか七割です八割です九割ですって百パーセント近くです言ってよう聞いてみたら対応重症者病床が百とかね東京でめちゃめちゃ少ないですよねなんでなんで百やねんこの東京でと東京で百って人口比率とねいやもう合わせても,もう少なすぎますよねでさんざんこれを増やせ増やせって去年の年、ね、四月ぐらいから言ってんのに全然増やさんどころがですよ。うん もうなんかみんなサボるまくってですよ厚労省も医師会もでも菅内閣もサボるまくってですよ対応病床減ってるんですからねそこが問題ですよねめちゃくちゃですよ、うん、だから病床増やしてたらですよ、はい、もう医療崩壊の危機もなくてですよあの 緊急事態宣言なんんていらんわけですよ、うん、だから緊急事態宣言をやることが万,万が一にも必要だとしたら、うん、いや俺らはで国民からしたらですよいや俺らは行動自粛してるけどほんまお前らがちゃんとコロナ病床増やしとかないあかんかったところしょうがないか俺らやっとるんやぞとそうですよねお,お前分かっとるかと <laughs> お前やっとるそれはもうコロナで亡くなる方救うために俺らは自粛してるけどお前、うん、絶対許さんからなこれ、うん、と。 言わなあかんのでですねでし今の僕の喋り方でちょっと怖くなった人いるかもしれませんけどね <laughs> <ん>でもねそれぐらい政府に怒らないとダメなんですよそもそもその医療崩壊起こらないために緊急事態宣言そうですよだからなのに病床増いてなかったら、うんうん、意味ないでそれ普通のアメリカ人とかね <laughs>、うん、フランス人イギリス人とてこれ切れてますよ、うん、どういうことってどんだけアホやねん政府お前言うてでもね全然誰も言ってないんですよ うん、緊急事態だからそんなこと言うのも不謹慎だって不謹慎ちゃうわお前殺されかかっとんねこっちはもうね本当精神的にそうですよねでもこれね漫才って言ったらねこんなもんない漫才なくてね、うん、要するに政府がコロナ対応病床を増やさないとボケかましまくっとるわけですよアホアホでボケでもアホの差が100万倍くらいのアホなことしとるわけですよでもこんなアホなことをね隣でやられてて 何ですよツッコミ直せんと「はい、あそうですか」と思んないわお前ねもう本当にこっちがツッコミすぎるって <laughs> パンたまはって「<laughs> アホが」言うて言わなあかんとこですよ、はい、もうだからねもうアホすぎこれが2つ目対応病床増やしたらいけてたのに増やしてないんでそれしかもツッコんでないってもう2030にアホ」っていうのこれ第2番で3つ目ね、はい、でまあまあまあよろしいわ もう自粛っていうか緊急事態宣言やるとしましょうよ。と、はい、いうかあの医療崩壊を防ぐために政府は会おうやから自粛したらっていう話ですけどここで問題ですよでこの間やりましたけど、うん、上田君が出てきた「ああの先生あの自粛してもあの感染拡大の速度とか別に落ちないです」え関係ないの、はい、えどうデータ見て,て。でも関係ないです え緊急事態宣言やってて自治もそうかもしれんけどあの時短やったらさすがに飲むの減るから時短したところって結構早く収束してんちゃうの。えそんなこと全然ないです。ほほんんまままかお前 <laughs> ほんまです5回ぐらいやり直しました <laughs> いや上田のいだからも、ね、う <laughs> 第一第二の話も置いときましょう,、うん、もうさざ波で慌てふためくバカはもうほっといて、はい、でそのさざ波に対応する対応病床を増やさなあかんのに増やしてないバカと、うん、それに怒らない国民のバカっぷりもまあ置いときましょう、はいまあ、とにかくあの感染を抑え込もうとしましょうでも自粛しても意味がないんですよいやもうそこがねなんか何のためにやってるんやろってなりますよね。 まあねだから幾分は効果ある可能性はありますけど統計データではっきり出るほどは効果ないんですよ、うん、そんなものそれやったらちゃんとねもっとねマスク会食をもっと言うとかね、はい、不思議なことにね僕はマスク会食はやれって言ってたのにね、はい、で政府も一,一部言うてましたけど緊急事態宣言が始まったら何にも言わなくなったんですよ。お、うん、おかしいやろお前本当に だって7時までやった酒飲んでええんやろとその時マスクしろって言えよお前、うん、そこが大事ですよねどんだけバカなんですかとでね僕はねあのマスク会食の効果があんまりないことと、うん、自粛の効果が時短の効果があんまりないこと,とがあったとしましょうようん、うん、でもね僕はマスク会食をやるべきだと思うなんでかって言ったらただだからあ自分でや、ね、る 一応やったらいいだけじゃないですか、うん、でも自粛と時短はめっちゃ経済冷えるわけでしょ、はい、人の人を殴りながら行くのをやめてるようなもんじゃないですか人に迷惑かけるのかやったあかんって教えてたんちゃうんか日本の親どもよとあほんと子供の頃にねいい自粛と時短を人に迷惑かけるんですよ <laughs> でもマスクは大して迷惑か自分が嫌ないい思いするだけでね、うん、だから僕は一応念のためにやるって言うんやったらコストの低いやつは一応やっといていいと思いますよコストの高いやつはね やる必要なんて何にもなんですかこれねえほんと時短がどれだけやっぱ経済冷え込ませてるかっていうところですよねそ,すよそれが4番目のおバカっぷりですよで、うん、自粛と時短とりあえずなんかんかこうただの取り組みをやって感染が収まるかもしれんから収めとこうと、うん、僕がさながらマスク解食をやるように自粛と時短やっとるんですよ。 どれだけけ人に迷惑をかけてんねんお前ですよお前が飯食わんせいでその分ラーメン屋の収入が800円減っとんねんと、うん、お前が飲みに行かんことでその分お前一晩1万円ぐらいの収入減っとんねんと、うんうん、お前お前1万円得しとるやないかとお前800円得しとるやないかと自粛時断ってお前喜んお前不道徳極まりないぞですよ。そうですねね、うん、だからなんか自粛時断して経済冷えまくって。 てるのにそれについてコストゼロだと思ってるわけですよ全然ゼロじゃない <laughs> もうねでそれでだから自分も嫌な思いしてるわけでしょ、はい、自粛性も人と会えないとかおじいちゃんおばあちゃんとも会えないだってもう万丈、まあ、ちゃん死に目になって会えない人だっているわけですよ今はそうですよ、ね、そうですよそんなバカな話がありますかコロナご時きで、うん、怖いんだったらしょうがないですよだってもう、うん、死にかけてる方にね、うん、もうその方と最後の 1> 1日10分とか10分しかかし会えないんですよ今もうそれも考えられないそんなもの、うん、人間の冒涜ですよそんなものでこれでねもう何かしょうがないんですって、ね、そんなバカな話があるかちょっとしょうがないじゃ済まないよ済まないですよそれで人,人と相談をしてその相談をすることで自殺を思いとどまる人が何十人何百人何千人といるかもしれないわけじゃないですか、うん、コミュニケーション大事ですよ、ね、人と人とのコミュニケーションをバカにしなあかん、うん だからそんだけ嫌な思いもこっちもしてるわけじゃないですか。でそうやのにいや一応緊急事態やけ自粛しとこうって。で政府の方は何にも自分の責任果たさんと。 全部の芝居を国民に渡してそれで何も起こってないんですよん国民はもうカエルの面に「水」っていうね、はい、本当はカエルの面に「ほにゃらら」って言うんですけどもうちょっとあんまり放送の僕それ言いたくないんでカエルの面に「水」みたいなもんでね顔にバーン消ッスさって,て水ね奈緒ちゃん,うん、うん、男の人にカーンかけられたら <laughs> 何よあんたって怒るでしょ。怒りますそれぐらいのことされてるわけですよ今国民に政府に菅に。うん、全然怒らんと「あすいません」ってタオルで拭いてるわけでしょ。<laughs> あ水あちょっと冷たいですねちょ,れこれちょっと服濡れましたあ従順すぎ <laughs> どないやねんと <laughs> これね要するになんで僕がこういうのを突っ込み入れるかって言ったら、はい、緊急事態宣言の中身に入って怖い怖いって言ってないからですようん、うん、緊急事態宣言に入ってみんなが怖い怖いと言ってて政府がどうやってて学校がどうかっていうことをちょっとね遠いところから見てるんですよ、はい、俯瞰で見る、うん、俯瞰的に見てるだからいや アホちゃう自分っていううで漫才のボケとツッコミもそうじゃないですかボケってもうめっちゃ入り込んどるけれども、はい、ツッコミでちょっと外側から観客の目線で「アオガー突ってツッコむからですよだからねツッコミを入れるためには入りきってしまうとあがんのですよあだからね一応まあそっちにも入っとかんとダメですよ半分でも半分あるいはたまにでいい週に1回でいいうん、うん、あるいは年に1回でもいいなんかこうねだからたまにはねちょっと外,で外に出てこう見てねうん、うん、全然あがんやんこれ。 アオちゃんって言われたらダメなんですよはね離れて見ることは大事ですよねそうだからね皆さんね今一番必要な曲を皆さんにお書きしましょう皆さんに今必要なのはねロングバケーションです大竹英一ロングバケーションの一曲目君は天然色。でも本当になんかこう日本人の こう性質というか、うん、空気を読むじゃないですかいやんかもう本当もう,もうダメすぎそれ,それがいい方に空気を読めば,読めばいいけど、ね、みんなその、うん、わ悪い方というかううね自粛しなあかんっていうそうですよにやっぱ飲まれちゃいますし、うん 例えばこう報道とかでバンとこう数字がなんか出るだけであこんなに例えば感染者数増えてるんやとか今それこそワクチンのなんか話とかでもそれが恐怖心を煽って余計にこう自粛脳というかコロナ脳に侵されてしまっていらんっ<う>心配そ<う> <laughs> しちゃうなって最近思います。 だからね、もう今日からいしますよ、今みたいなトーンで喋りにくいですからね昨日まではそうですね、一応。緊急事態やからと開けとんねんこっちはもう本当やもう宿やしかもコロナで亡くなる方が亡くなれとは言ってないんだからこっちはそうですマスクしたらええやないか言うんでもねそうなんですよごはん食べに行っても全然みんなマスクしないからしていでしょ あの自粛とか言ってるけど言ってるんやったらマスクしなさいよってどないやねんお前ですよそうなっちゃうんですよねホントねバカ丸だしうん一番言ってみれば感染源じゃないですか食べてね飛ぶし結局感染ささんとこうなんて思ってないんやろ自分ってことなんで何かねマスクしなあかんみたいな根性は分かってない分かってない分かってない とりあえずみんながやってるからやっとこうかみたいな。そうそうそうで大事な時やってないっていう。で俺に関わらないでそういうやつ。<laughs> ほんまに関わるのをやめてって思いますよね。もう本当にそこが不思議でしょうがないですね。うん、何も関わりないですよ、ね。みんな。そのマジックを緊急事態という言葉が発動してしまうんですよね。緊急事態だからで全部理由になってしまうんですよ、ね。はいはいはい。なるほど。 だらまがしや、うん <laughs> ねえそんなこと言ってる場合じゃない。<laughs> 大滝英一で君は天然色お届けしました。これね。はい。音曲でしょ。いや本当に。もうなんか。です <laughs>。もうバケーションっていう。うん、もうなんか日常の衣物としたものが全部ない感じがするでしょ。はいはい、うただただ楽しい気持ちで聞けますね。これはねちょうどねもうこれの友人から昨日メールいただいてね。はい。あれこれ。 40周年やでとロングバケーション大滝栄一のロングバケーションあ,あそうなんですかって今ニュース出ててこんなニュース出てんで<ー>いやもう高校の時僕らもうめちゃくちゃ聴きまくってましたからね、はい、でもうそれはもうどこ行く時ももう学校でも聴いてるしバーベキュー行く時でもいつもずっとかけてるしうんもうずっともう楽しい楽しいだけの曲なんです、はい、でそれががもう40年経ってんななとか言いながら、うん これあの大竹英一の代表作でもう大竹英一の代表作どころかねこれは日本ののポップ史上普及の名作ですこれ以上のアルバムは僕はないと思う本当にないと思う僕この間あの「シュガーベイブの「ソングスの名作と紹介しましたけどあれは隠れた名作としたらこれはねもう表の名作もう世論取ってますからこれ「シュガーベイブはいまいち世論取りきれてないけどこれは大竹英一も完全に世論。 取ってますからね。今でもずっとね、流れてますしねかかってるでしょ。でこれね、何が素敵っていうのこのジャケットがね、はい、めちゃくちゃ素敵なんですよ。これ長井弘一さんっていうね、はい、当時はね、だからこうなんていうかな、日本の戦後の。 なんかしんどい戦争とか戦後とかでずっと陰鬱な時代から81年でしょ、うん、でしょ？はい、なんかこれから明るい時代になるっていうなんか日本の未来をこう描いてるわけですよ。で、うんね、これはまああのー、まあアメリカかどっか南国かどっかわかりませんけど、ウェストコースがわかりませんけど。はい うん、まあこういう時代に生きていくんだといろいろあったけど、まあ、そういうところでちょっとこの間もこれねあの前カナリア諸島に出て,て、はいはい、紹介したと思いますけどそれバケーションやってたから当時は24時間働けますかとか、はあ、めっちゃがっつり働くこともできるし、うん、でゆっくりいやたっぷり休むちゅうこともできたわけですよ。こ、うん、こういううい時間がねこう80年代にはこう だってもう椎ってすんごい素敵でね、はい。これあの大滝詠一と、それからあの、これ松本隆ってこれ一緒に一緒にバンドやっててね。で,ねで松本隆の椎名ですけど、これ今ね、改めて見てね、めちゃくちゃいい詩ですね。これちょっと読みますよ、はい。開いた本を顔にのせ、一人うとうと眠るのさ。今夢枕に、君と会うときめきを願う。いいですね。<laughs> ゆっくりしながら、もう一人でこうなんかん。 顔に乗せるんだからこう海沿いみたいな感じですよね、はいはい、もう絵が出てきましたこれ、ね、からねこれもすっごい素敵なんですよ渚を滑るディンギーでディンギーこれちっちゃなヨットね、うん、渚を滑るディンギーで手を振る君の小指から流,流れ出す虹の幻で空を染めてくれい,いいななんだそのドラマティックな <laughs>、ね、ロマンチックな、ね、なんかこうこういう世界をやっぱりね、うん もっとかなね。やっぱりバカになるんですよ。だからこもうそこういう世界がないとだから、全然自分の日常を外から俯瞰しないじゃないですか。なんからもう逃れられない牢屋の中に入ってるみたいなもんですよ。でもね。僕たちは牢屋に入ってるんじゃないんですよ。別に今働いてる勤め先だけが全てじゃないしね。場合によったらそのま全てですよ。家族だってその土地だって。で、もちろんそこの責任もあるし、そこをやるんだけど。 一体外に出て何なんやろうって見て「あこういう滑稽なことやってんねんな」とか「あこういう素敵なことも日常にはあるな」とか、うん、いろんなことを分かった上でもう一回日常に舞い戻ってねだからそこで生きていけるわけじゃないですか、うん、責任も果たさなあかんしね、うん、でももうやらんでええことも見えてくるからもう,もうこんなんやつ切ったらええわよ」もうちょっとガーン下ろしてもうくんなくんなお前とか言ってもう二度と口切かんでもえいなつとかいますからね日常には。まあ、そんなとこ,ろはこうだから時々こう外に出て入る外に出て入るっていうそういう癖をね、うん、日本人はつけなあかん。 つけてないから緊急事態ごときでこんだけあってふためくわけですよ。ちょっとねみんなねゆっくり休みほし ではそそろそろ終わりりの時間が近づいいてまいりましたうーん今日はもうやっぱり、ね<化> <laughs> ね、ちょっとこう緊急事態のことちょっと客観的にみんなダメですよ。はい、でね、まあ、4番目に言ったじゃないですか、まあ、緊急事態で自粛とか何かやってるうちものすごい被害が拡大してるんだと <laughs>、はい、まあコロナの被害のことばっかり見てるうちにものすごい被害が拡大してるってその被害の一個がね一旦がねやっぱりこれね我が京都大学でも出てるっていうのをね <laughs> ちょっと親御さんから あはい、陳情のメールがありましたからちょっと紹介していただけますかはいえー、東京都の藤井編集長はじめまして私事ですが息子が去年の4月に京都大学大学院に進学しました、うん、大学は東京だったので初めての一人暮らしです、はい、去年の4月からね、はい、ちょうど自粛とか始めた頃ですよ、うん、4月ね、うんえー、尊敬している指導教官のもとで研究できることを楽しみにして京都に向かいました、うん、しかし 入学式から授業まで対面で行われるものはすべて中止講義勉強会はすべてウェブで行われました帰省することもできずに一年が過ぎようとしています感染対策をして普通に生活をしても大丈夫なら大学の対面講義を再開してくださいお願いします、はい、と誠に申し訳ございません,ん親御さんの気持ちいいですよねいや本当に申し訳ございませんもうね去年はなんかなんかもうこういう状況でしたよねうんう だからねもうこの4月からはもう緊急事態宣言も明けましたし、はい、もう一回改めて考え直してねもう3分の2は対面でやりましょうとそうなんです、ね、そう,そうもうだからね、えー、っと今までもう全部リモートでやってましたけどいやもう3分の2対面にしようと、はい、でいろいろ対策するっていうことにしてねだから、うん、もうほんまはねだって学生さんって20代でしょだって死んでる人基本ゼロですようんコロナでかかった人いっぱいいるけど、はい、だけど大学でね あのどこそこ大学何々学部これ一応伏せときますけど去年1年で5人自殺してますからね、えー、コロナで亡くなった方日本全国で20前後でゼロだけど自殺で5人なんですよこれね,ねあのそこの大学の何とか学部あの去年まで自殺者出たことないですよほとんど企業ないじゃあもうやっぱりそのコロナ、ね、いやそうでねだからその何々大学何々学部だけで日本中の、うん 被害を上回、ま、コロナ被害を上回ってる被害が自粛のせいで出てるんですよ。うんうん、この現実を見ろですよ。 やりたいことができないってすごいバカかですよ本当にだからねちょっとね考えましょうだからね本当にね今日のタイトルもう一回読みますよはいお願いします祝緊急事態宣言全面解除今こそその愚かなバカ騒ぎぶりを徹底的に反省すべしですよ反省すべしです本当にお願いします僕も反省しますはいねまたもう本当に明けましたからねはいそうです春にもなりましたからそうですそうです新しい気持ちでね感染対策行くさえやらんでえって言ってるんじゃないですよはい コストの低いものをしっかりやったらいいんですよ、はい、まずそれをやってそれ足らんかったらコストの高い自粛とか時短とか考えればいいわけで、うん、順番中の物事には順番中のがあるやろ、はい、っということですあとねコロナ対応病床そうそうそうそこ増やしとけよーガースちゃんとここ、はい、よろしくお願いしますそうです。そ,です <laughs> そして表現者クライテリオの最新号公中論 そしてコロナが導く社会崩壊がただいま発売中でございます。書店あるいはインターネットで表現者クライテリオンと検索していただきますとオフィシャルホームページが出てきますのでぜひこちらからご購入ください。ホームページでは1割引きお得な定期購読もご利用いただけます。また番組では藤井編集長への質問やご意見お待ちしております。メールアドレスは藤井アットマーク k b s k y o 京都です。よろしくお願いいたします。それでは編集長、今夜もありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。 それではまた来週月曜午後9時半までさよならいわゆるフェイクデマ嘘そういったものがもういっぱいはびこっているとうまがいもんばっかりの世の中の中でほんまの情報はこれないやと。 ほんまの考え方こうなんやとほんマに日本要するにらこうするのが必要なんやっちゅうマもを一人でも多くの方にお届けしようと思ってございますのでどうぞよろしくお願いいたします皆さん こんにちは、えー、京都大学の藤井聡でございます。えー、今日はですね東京 MX テレビのですねあのー、撮影スタジオの方に来てございます、えー、これなぜ来ているかというとですね実はな私あの、東京本間門教室。 という番組をですね、東京 MX テレビで、えーえー、日曜日の午後7時から8時、これ各週なんですけど、で、えー、と番組をさせていただくことになりましたそれの第1回目の収録にあのこちらスタジオの方に来た次第でございます。で この番組はですね、東京本間門教室という番組でこれの経営科学出版さんで、えー、スポンサーいただきながらですね、お届けする番組なんですけども、えー、基本的なコンセプトはですね、やっぱり皆さんご案内の通りインターネットとかテレビとかメディアとか先になったの経済学部の教科書とかいわゆるフェイク、デマ、嘘、そういったものが一本。 い,っぱいはびこの動画をご覧の方はよくご存知じゃないかなと思いますその一方でですねやっぱりこう京都大学、大学の中並びにこう表現者クライテリオンとかあと京成催眠新聞とかですねそういう我々、今までそのこの間がいものばっかりの世の中の中でほんまの情報はこれないやとほんまの考え方こうなんやとほんまに日本を要するんあとこうするのが必要なんやという話をです、ねまあ、私、言論活動 彼、まあ、10年以上ぐらいですかね、まあ、やっているわけですけがずっと、まあ、あの本を書いたりラジオでお話ししたり雑誌を編集したりインターネットを書いたりとか、まあ、そんなことをしているわけですけどやっぱり地上波のテレビで本間もんを提供していくというのはこれやっぱり。こう 世論の、ね、皆様方にきちんとお届け、本場のものをお届けする上では、もう何よりも大事じゃないかということで、いろいろとあの三橋孝明さんなんかも含めてです、ね、いろいろと相談させていただいて、まあ、この番組あの、スポンサードをいただきながら、各週で、えー、週1時間、日曜日の午後7時ですから、かなりいい時間帯ですよね、まあ、これをさせていただくということになった次第いでございます。 で MX テレビさんはですね我が師匠、西部進師匠のですね、えー、と西部ゼミナールというものがありましたけれども、まあ、この西米ゼミナールのまあ、後継というわけでもまあ、ないんですけれども、まあ、お付き合いが MX さんともありますので、えー、と趣旨としてはやっぱり本間もやっぱり西部先生もお伝えしようとされてたんだと思うんですけどやっぱり。あの 時代が違いますしあの世代が全然違いますからこれは藤井聡のこうテイストで,です、ね、本間もをお届けしたいと思っているところでございますが、まあ、これからこの番組どう作っていくかというのはいろいろとスタッフの皆さんと、あのー、相談しながら進めていくところでありますけどももう絶対に面白い番組をやりながらで本間もを1人でも多くの方にお届けしようと思ってございますのでぜひお楽しみにあの見ていただければ幸いでございますどうぞよろししくお願いいたします。